オリベルスパソフスキオリブエルスパソフスキは北マケドニアの政治家。現在、同国内務大臣。2020年1月3日より、同年8月30日までは、暫定的に首相を務めた。所属政党は、マケドニア社会民主同盟。熊ノボ出身。スコピエにある、聖キリルメトディウス大学のユスティニアヌス一世法学部を卒業後、弁護士研修生となる。 2001年から2005年まで、熊野星町のファシリテーター、2008年から2011年まで、熊野星の秘書官を務めた。また2006から2008年、2011から2014年、2016から2017年の3期に、渡って、マケドニア共和国議会議員であった。2015年11月11日から2016年5月18日、 および2016年9月2日から12月29日まで内務大臣を務め、2017年5月31日に3度目の内省就任を果たした。2020年1月3日、辞任したゾランザエフ首相に代わり、ステボ・ペンダロフスキ大統領により、副首相兼内省のスパソフスキが暫定首相に任命された。ありがとうございます。